今日はですね、ちょっとこう変わったニュース、もうね結構変わってて僕はね紹介したくなった、そういったニュースなんですよ。まあこれね、何一つ深い話って言ったらないんですけれども、でもですね、これ結構ややこしい話なんで、ぜひですね最後まで見てってください。最後まで見るとちゃんとわかると思うんで。はい、じゃあちょっとニュース紹介していきますね。ニュース、これがですね、中韓ベルギー大使夫人が韓国ソウルの衣料品店で店員2人に暴行を加えた事件について、同大使が22日謝罪した。まあだからですね、韓国に駐在しているベルギー大使、これはですね、ベルギー大使の夫人のことで謝罪したっていうね、韓国に対して謝罪したっていうね、そういったニュースなんですよ。でですね、これ、もう早くも面白いですよね。何が起こってるのっていうね。で、これ、何があったかなんですけれども、これがですね、なかなかで、あるですね、アパレルショップでの出来事。そこにですね、韓国に駐在しているベルギー大使の大使夫人が商品を試着した後、店を出たところ、店員が後を追い、着ている服について尋ねたことがきっかけとされる。韓国 SBS 放送が報じた防犯カメラの映像には、大使夫人が店員の腕を引っ張って頭を殴り、すごいな。そして、さらに仲裁に入った別の店員の顔を平手打ちする場面が映っていた。激しいですよね。相当激しいこれ。だって、一人の店員の頭を殴って、仲裁に入った人のね、こう顔を平手打ちしてるっていうね。これもちろんね、女男ってあんま言うの良くないかもしれないですけれども、大使夫人ってことですからね、女性ですよ。女性の大使夫人がね、店員さんの頭を殴ったりとか、顔を引っ張ったりしてるわけですよ。これね、ちょっと映像ありますんで、ちょっと皆さん見てください、これ。これですね、結構激しいんですよね。そもそもこれですね、見てもらってる通り、これね、店員の方ってのは別に暴力的じゃないわけじゃないですか。なのにこれね、大使夫人って言ったら暴力ですからね。でですよ、まあ、こういった動画がね、公開されると、もちろんこれ韓国ですからね。韓国ですからね。まあ、それはこうなりますよね。で、これに対してこういう風になります。この事件に対し、韓国で怒りが広がっており、総合ニュースによると、外務省はベルギー大使館に警察への協力を要請した。で、結果的に、在韓ベルギー大使館の Facebook への2カ国語での投稿によると、ピーター・レスクイエ大使は、この事件を極めて遺憾に思っており、夫人に代わって謝罪を望んでいる。いかなる状況であろうと、夫人の行動は許されない。って言ってるらしいですね。でですね、これ、ちょっとこれ説明必要なんですけれどもね、なんでね、こんなことになったのか、これ補足なんですけれども、まずですね、これ韓国のアパレルショップで、この夫人がね、そのお店の服を試着したわけですよ。で、試着が終わって、その後ね、試着室を出て、で、そのままお店を出ようとしたんですよね。別にね、そっからすると普通なんですよ。別に試着を終えて、店を出ようとしたんですよ。でもね、なんでこんなことになったかっていうと、もうこれ聞けばわかると思うんですよ。その夫人ってのはですね、試着した服ってのは、おそらくね、そのままお店に置いといたんですよ。でもですね、脱いだ後の服も、そのお店のね、そのお店のブランドの服を着てたんですよ。だからね、もう、お店に来た時からそのお店の服を着てたんですよ。なんでかっていうとね、だから、そのお店、まあ、ブランドでしょうね。そのブランドのファンだったんですよね。だから、以前に別のところで、同じブランドの服を買ってるわけですよ。で、その服を着て、そのお店に訪れてるんですよね。だからね、他の新しい服試着して、その時にね、試着した服は脱いでるんですけれども、脱いでもね、やっぱね、もともと着てる服が、着てきた服っていうのがそのブランドの服ですから、だから店員さん勘違いしてるんですよ。だからね、それを知らない店員さんからしたら、いやいや、待ってくれってね、何うちの服を着てお店から出ようとしてんのってなっちゃってるわけですよ。皆さん分かりましたよね。そういったことでトラブったと。で、しかもね、こっから僕の補足ですけれども、おそらくね、これ、ベルギー大使の夫人なわけじゃないですか。だからおそらくね、韓国語とかできないんですよ。それでその状況で説明できないから店員さんとね、いろいろ揉めちゃって、最後ね、なんか怒っちゃって、暴力振るったんでしょうね。もちろん暴力は絶対ダメなんですけれども、多分そういったことなんですよ、これ。まあ、あとですね、これ、今回の事件を別のね、メディア報じてたんですけれども、そのメディアのね、記事見ると、どうもこの夫人ってのはやっぱちょっと変わった人というかね、まあ、なんかちょっとおかしいみたいで、その韓国での試着室、どうもですね、こう、靴を脱ぐ仕組みになってるんですけれども、そこでもね、靴を脱がなかったりとか、まあ、ちょっと失礼というかね、そういう人なんですよね。まあこれもね、もしかしたら言葉がわからないから、そのままね、靴を履いてやってるのかもしれないですけれども、もともとそういうのもあったと。まあだからですね、今みたいな補足がないと、店員もね、殴られるぐらい、かなり失礼なことをね、したんじゃないかって思う人もいるかもしれませんけれども、多分ね、これしてないんですよ。もちろんね、誤解で引き止めたのは良くなかったかもしれないですけれども、ごちゃごちゃしたのはね、やっぱ、店員さんもね、だって韓国語しか喋れないでしょうから、相手に伝える術がなかったと思うんですよ。なかなか難しい状況だったなと。もちろんね、一番悪いのは暴力振るってのはいけないですけれどもね。大使夫人の方ですけれども。で、これ実はですね、この件、まださらにね、ちょっと伝えたことがあるんですよ。このぐらいだったらね、僕動画しませんから。何がまだあるかっていうと、まだちょっとね、なんかこのね、この事件ちょっと突っ込みどころがいっぱいありすぎるんですよ。ちょっと紹介しますね。何があるかっていうと、
まあ、今回ですね、この事件はニュースになってメディアがね報じてるわけですけれども、メディアは夫人の名前をシェン・シェウジュですかねと報じていると。これね、どういうことかっていうとですね、これね、本当に面白いんですけれども、要するにね、このね、韓国に駐在してるベルギー大使の、ベルギー大使なんですけれどもね、その嫁が中国人だったってことなんですよ。これね、珍しいっていうかね、結構こういった大使の嫁っていうとね、結構チェックされるというか、まあ安全保障の問題もありますからね。でもこれね、大使の嫁がね、中国系じゃなくて、多分ね、名前がシェン・シェウジュですから、中国人なんですよね、バリバリの。まあそしてね、今中国と韓国っていうと、僕のチャンネルの動画でも何回かやってますけれども、キムチ戦争とかでね、かなりこう仲が悪いわけですよ。昔から仲良くないですけれどもね、特に仲悪いと。で、中国はね、韓国を下に見てたりとかも、ね、するわけじゃないですか。韓国人もそれは知ってますしね。それで今回こういうことがあったからね、余計ね、まあ炎上してると思うんですよね。まあそしてね、これ大使の夫人ってことで外交特権もあるでしょうしね。まあそういったこともあって、自分は捕まらないだろうっていうね、捕まらない前提でこういうことやってるかもしれないじゃないですか。僕はね、多分そうだと思ってます。まあそしてプライドも高いんでしょうね。まあそしてですね、しかもこれだけじゃないんですよ。本当に僕もどこを突っ込んだらいいかわかんないぐらいいろいろあるんですけれども、ここもちょっと紹介しますね。大使夫人には外交特権があるが、ほらね。で、ベルギー大使館によると夫人は警察に協力する意向だが、こっからです、こっからの事実は、夫人は警察に協力する意向だが、先週脳卒中で入院し、現在も治療中で、まだ協力できていないという。これね、このタイミングで、ね、脳卒中ってね、これ、いや本当かもしれないですよ。でもこのタイミングで脳卒中になるってね、マジかよって思っちゃいますよね。まあ、嘘かもしれないし本当かもしれないですけどね。脳卒中って結構なものでしょ。まあ、だから逆に嘘じゃないのかなと思ったりもしますし、でもタイミングはタイミングだよなっていうね。まあ、もしかしたらね、逆に今回炎上したから脳の血管とかプチッといっちゃったかもしれないですけれどもね、この件で。まあ、自業自得なんですけれども、まあ、自業自得ってちょっと脳卒中はかわいそうか。うん。まあ、って言ったことでね、僕も皆さんにどの部分をお伝えしたいのか、どの部分かちょっとわかんないですけれども、いろいろ突っ込みどころがあって、ぜひね、ちょっと紹介したくなったニュースってところなんですよ。まあ、ただね、これ最後に再度言っておくと、なんだろうとね、やっぱりこう、暴力を振るうっていうのはダメですよね。だからね、まあ、ベルギー大使夫人が悪いっていうのはまあ間違いないと思いますけれどもね。やっぱ悪いなと。でもですね、僕はちょっとさらに思ったのが、これ僕は思っただけですけれどもね。なんでこうベルギー大使はね、こんなちょっと暴れん坊のね、ちょっとじゃないか、だいぶ暴れん坊の中国人女性とね、結婚したんでしょうね。ちょっとわかんないなと。これ間違いなくね、こんな女性ですからね。これ大使自身も何回かね、何回かこうやられちゃってると思うんですよ。絶対。家庭内 DV ですよね。女性の方からね、大使に対するね。うん。あ、これはまあ僕の妄想ですけれどもね。はい。ということでね、今日ちょっと僕も何を紹介したのかね、わかんないニュースでしたけれども、とりあえずね、紹介してみました。